ぞ召し上がって。いただきます。あ、うん、乾杯しましょう。大丈夫？高野さんもう少し休んでいたら、与那覇くんは他にもお仕事があるんでしょ？さあ帰って。先輩、先輩、じゃあ。奥様、ひょっとしてさっきのワインに。さすがは高野さんね、ミステリーの世界では有名なフォーシングという技法を使ったの。フォーシング？フォーシングとは